はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんの中ではね、運動するのはしんどくてどうしても続かない、できればしたくない、むしろ嫌ってなのね、さまざまな思いをうちに秘めてらっしゃる方がね、いてると思います。僕も実は同じです。運動はできればしたくありません。先日のね、動画ではね、簡単なウォーキング運動でね、まあ幸福感を得られて健康寿命が伸びるんですよとね、お話ししたんですけどもね、まあこんな寒い時期ね、しかも新型ウイルスでそういうの出たくないので、なかなかウォーキングなんてね、できるもんじゃありません。だから幸福感と健康寿命を諦めるのというのかというのは、実はそうではありません。食べ物で幸福感と健康寿命を伸ばしましょう。食べ物を食べる行為はね、家の中でもできますよね。もちろんその運動は大事なんですけども、アスリートでもない普通の人間においてはですね、今はそうは言ってられないので、これから紹介する食べ物でね、幸福感とね、健康寿命を伸ばしましょう。それはまずね、食べ物でトリプトファンというのを取ることです。トリプトファンをね、取ることでね、幸せホルモンのね、セロトニンっていうのがね、分泌されます。セロトニンとはですね、別名幸せホルモンと呼ばれる脳内ホルモンで、ノルアドレナリンとかね、まあ、神経を興奮させるやつとか、まあドーパミンっていうのをね、快楽を増幅させるやつとね、並んでですね、感情やね、精神面とかね、まあ、睡眠などね、人間の大切なね、機能にね、深く関係する三大神経伝達物質の一つなんですよ。脳はね、緊張やね、ストレスを感じるですね、セロトニンを分泌してね、ノルアドレナリンやドーパミンの働きをね、制御して自律神経のバランスを整えようとします。ストレスが溜まっている時にね、温泉に入ったりとか、リラックス効果のある体操などをね、行ったりするとね、癒されるのはね、セロトニンが増えてノルアドレナリンが減少するからなんですよ。しかしね、ストレスや疲労が溜まるとですね、セロトニンの分泌量がね、減ったり、働きがね、制限されてしまいます。そんなセロトニンを増やしたいということなんですけどもね、セロトニンはね、脳で作られますけどもね、その材料としてね、必須アミノ酸のね、トリプトファンが必要になってきます。ただしトリプトファンはね、体内で生成できないので、食事から取らなければなりません。食べ物から摂取したトリプトファンっていうのはね、日中はね、脳内でセロトニンに変換してね、夜になるとね、睡眠をね、促してくれるね、メラトニンに変換します。そのためにね、トリプトファンが不足するとですね、不眠症とか睡眠の質の低下をね、引き起こす原因になります。またトリプトファンっていうのはね、糖質、タンパク質、脂質をね、代謝分解する上でですね、必要なビタミンであるナイアシンっていうやつのね、合成も行います。そしてトリプトファンが入っている食材はですね、主に豆腐、納豆、味噌、醤油などのね、大豆製品と、チーズ、牛乳、ヨーグルトなどのね、乳製品、あとお米などのね、穀類ですね。その他、ごま、ピーナッツ、卵、バナナにもね、含まれています。またね、肉や魚にもね、トリプトファンが多く含まれてますけどもね、動物性タンパク質に含まれるね、BCAA というね、アミノ酸はですね、トリプトファンを脳へ取り込みにくくするためにですね、植物性タンパク質から取ることをお勧めします。ただしね、動物性タンパク質もですね、炭水化物、ビタミン B6 をね、一緒に取るとですね、血糖が上昇して BCAA がね、筋肉に作用するためにですね、脳内でのトリプトファンの合成がね、促進されます。つまりですね、バランスよく主食、主菜、副菜を揃えて、このバランスよく食事をすることで必要とされるトリプトファンは摂取することができます。ではトリプトファンはね、どれぐらい取ればいいのかと言いますとね、摂取量の目安は体重 1kg あたりね、2mg 程度で、例えば体重が 60kg の方やったら 120g となります。まあそんなん言われてもパッとしませんよね。なのでね、ちょっと表でまとめてみました。食品中のね、トリプトファンの含有量、まあ過食部あたりの 100g あたりなんですけどもね、まあご覧の通りです。まあこれ以外でも牛乳、チーズ、ヨーグルトなどね、乳製品にもね、含まれています。まあ、これらね、どれもね、体に良くてね、健康的な食材ですよね。まあ、幸せホルモンがね、分泌されながらね、健康的な体をね、作ることができますのでね。まあ、物によっちゃね、まあ、食べ過ぎ注意なんですけどもね、まあ、この暗い時期をね、乗り切っていきましょう。こんな感じで、今日は以上です。今日も最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。
バイバイ。僕は元気です。